教育目標のキーワードとして強い探究心、つまり未知未踏の研究課題に取り組む創造力が挙げられます。その達成には問題を解決する能力と行動力および世界と伍して戦う研究水準が求められます。私たち医学研究科には世界最高水準の研究環境が整っています。女性、社会人および外国人にも門戸を開放し、地域社会、国際社会にも貢献できる人材を数多く送り出しています。私たちは東日本大震災で大きな被害を受けましたが、総力を挙げて復旧に取り組み、震災前と変わらぬ医学教育研究体制を整えることができました。未来に向かって着実に進歩している本研究科に、次世代の医療を担う気概あふれる若人が国内外から集うことを期待しています。Studying medicine is a world of mystery. Researchers work around the clock in laboratories and hospitals. This is the start on a journey of the unknown. These researchers advance science and lead us into the future. 細胞老化は、遺伝子の発現が変化することによって起きてきます。で、私たちの研究室では、この細胞が老化していくときにどうやって遺伝子の発現が調節されているのかということに注目して研究をしています。で、老化の仕組みが分かってきますと、がん細胞がどうやって老化しないで増え続けるのかというところが理解できるようになると思います。そうなりますと、がんが できてくる、メカニズムが理解できますし、それによって新しい、がんの治療法もですね、開発できるようになると思います。また、がんのですね、診断法などにもですね、応用が可能という可能性があります。そういったことを目指して研究をしております。ニューロン新生というのは、神経幹細胞から神経細胞が生まれるという現象で、これはその一生涯続くということが分かってきました。で、この神経新生が良いということが、記憶や学習が良いことに関わり、それが悪いということがいろいろなその心の病に関係しそうだということによって注目を浴びています。で、私たちの研究室では、こういったニューロン新生にどのような遺伝的なプログラムや環境の因子が関わるか、こういったことを研究しています。Diversified, technical, and high levelThese words all describe the types of skills that are key in keeping up with the fast-paced world of medical technology. We provide the finest facilities for medical education and research to all who aspire to enter the field. Also, we train experts that can work on the cutting edge in the medical and healthcare fields. This is the mission of our medical sciences course. Our students must have high resolve and a strong will to make best use of the specialized knowledge they gain here.They must be ready to jump into a world of the unknown. 今の医学の領域は非常に広く広がってきています。そこで私たちは非常に広い領域、医学の領域をカバーするようにより学際的な領域を学べる環境を提供したいと考えています。さらに東北大学には日本で唯一の移行学研究科という研究科があります。移行学研究科の先生方と一緒に研究を進める、また薬学や歯学の先生方とも研究を進めることによって、非常に広い領域の医学をカバーしたいと考えています。現在の医学はですね、非常に多様化しておりまして、医学教育を受けた者たち、つまりその医療従事者だけではですね、成り立たないのが現状です。例えば医療コーディネーターとか、あるいは脳の工事機能の研究なんていうとですね、理系だけではなくて文系の方々なども参画していただかないと、良い研究というのができないというのが現状です。ですので私たちの修士課程ではですね、理系の方々はもちろんですけれども、文系の方々の
参画も非常に重要視しておりまして、そのような学生さんたちにたくさん入ってきていただいて、より良い医学研究を行えるように目指しております。我々はいわゆる感染症を研究対象として扱っています。で、感染症の中でもですね、特に最近新興感染症という新しい感染症が出現して、でそれが世界中に広がっていくというようなことが次々に起きています。で、そういう感染症をいかにしてコントロールできるかと、でそういう視点での研究を日本だけではなくて、でフィリピンとかモンゴルとか、でそういった国でも、研究を行っています。で、我々は主に、ウイルス感染症を扱っているんですが、でそれもウイルス学的な視点から研究をするだけではなくてですね、いわゆる疫学、感染症がどういうふうに広がっていくのかと、でそういう研究をしながら、それをどうやってコントロールしていくかということを考えながら研究を行っています。現代の日本では肥満や糖尿病の患者さんがどんどん増えているというのが社会的な問題になってきています。それただ肥満や糖尿病にならないように体は予防システムというのを持っているということが分かってきました。でそれの、臓器と臓器の間の、代謝情報を連絡し合って、全身の代謝情報を制御するというようなシステムというものが我々の研究で分かってきまして、そこには神経が大きな役割を果たしている、あるいは脳が全体を制御するということが、解明されつつあります。そこでこのようなシステムをうまく活用することで、インシュリンを打たなくても、あるいは食事療法をやらなくても、糖尿病や肥満が、治療できるというような新しい治療法の開発につなげていきたいと考えています。Advances in medical technology have made it possible to prolong the life of patients with intractable diseases. However, at the same time, there are more and more people with physical disabilities and impaired cognitive function. This has caused a demand for diversification and people who can treat patients with multiple disorders. The purpose of the Disability Science course is to establish an academic field that integrates conventional rehabilitation with more interdisciplinary approaches.障害科学の大学院は我が国ではこの東北大学のみにしかありません。で、日本は世界一の超高齢化国になりましたけれども、複数の障害を持つ人がどんどん増えております。で、我々の目指すところはこの障害者の機能回復と社会復帰です。例えば従来のリハビリ手法に加えまして、電気刺激とか磁気刺激とか、あるいは新しい薬物を加えて、その相加作用を狙うというようなことをやっております。簡単に言うとストレスの研究です。中でも脳腸相関、中枢神経と消化管の相互関係を特に研究しています。従来はストレスを受けた時に、いかに消化管機能の変化が起こって、病的なものが起こるかということを研究していたんですけれども、今は特にですね、消化管が刺激された時に、脳の一部分、これが刺激をされ、でこれが人を鬱や不安にどのようにしているかということについて興味を持って研究しています。The purpose of the Health Sciences course is to train educators, researchers, and highly specialized workers in the field of health sciences. This includes nursing, radiological science, and clinical laboratory science. It also deals with both interdisciplinary and basic research in the field of health and life sciences. The graduates of this course are very active in positions in universities, clinics, medical administration, and corporations.医学医療は非常にダイナミックに急速に変化を遂げてきています。この中で東北大学医学系研究科保健学専攻においては、看護学コース、放射線技術科学コース、検査技術科学コースの3つのコースを設けて、特色ある教育研究指導を行っています。特に専門看護師医学物理士コースというのは他大学にない特色あるコースです。
お母さんと子ども、それ特にはそのお母さんたちの妊娠期、分娩期、それから産後期、そして育児というところのいろんな問題と、そしてそれにどのような関わり方ができるのかというところをやってきました。ただいろいろ考えてみますと、女性というのは妊娠とか分娩とかだけではなくって、生涯において生きているわけですから、そこをもう少し幅広く考えて、生涯に応じたその健康というところにもう少し取り組んでいかなければいけないんじゃないかということで、この学問というのをこう立ち上げたというところがあります。当病理検査学分野では、病気の原因や仕組みを明らかにする病理学を研究の基盤にしております。そこにさまざまな分子生物学的な主義を足すことで、オリジナリティにあふれた臨床に役立つ研究をしたいと思っております。我々は乳がんにおけるホルモン作用の解析をしています。乳がん病理組織標本を用いて、病理学的に詳細にホルモン作用の本質に迫ります。そこで得られた知見を培養細胞や動物モデルなど、さまざまな研究主義を用いて多角的に検証しています。画像診断装置にいろいろありますけれども、その中で私はX線CTが専門で、その画質関係が研究対象になります。画像を良くすると、まずは雑音、無駄な雑音を減らす、被曝を減らしつつ画質を維持する、それから、そのためには画質の計量の仕方をしっかりやりたいということになります。いろんなことをやってる人がいるっていうので、あとはいろんなその学生だけじゃなく社会人の人も比較的多いですから、そのいろんな人の話を聞けるっていうのが一番いいと思います。やりたいと思うこととか、研究したいというふうな気持ちに対してですね、答えてくれる大学だなというふうな印象は持ってますね。より専門性の高い教育が受けられるということ と、その研究第一主義を掲げているということで、その将来自分も研究の方に進んでみたいなという気持ちが少しありましたので、それを理由に東北大に進むことに決めました。やっぱり研究もし続けたくて、教育もやりたいんで、大学の先生できれば一番いいと思います。What I love the most about Sendai is just a mixture of both traditional and modern. I find it very amazing to see, a woman wearing a kimono, walking in a high-tech gadget store. So it's just contrasting. 自分の分野以外の人ともいろいろ知り合いになれたっていうのが一番印象深いですね。で、私はその大学院生の時に2年間だけサイエンスエンジェルっていうその理系の女子大学院生の集まりに参加してたんですけど、その時に本当に普通だったら知り合えないような、全然自分の分野とは別の人たち、全くかすりもしないような人たちと知り合いになれたっていうのがすごい大きくて、研究に関してはかなり力が入った大学なんじゃないかと思います。一方で特に医学部という意味で考えれば、東北地方の中で一番中枢を占める大学ではあるので、もうたくさん患者さんも集まってきますし、そういった意味で症例を多く見れるとか、あとは人材がたくさん集まっていると、そういった意味での有利さもあると思います。